はい、皆さんこんにちは。にゃぜよー、マジです。はい、ということで本日は本当に見てほしい U-NEXT おすすめ韓国ドラマ5選。はい、ということで今回はですね、今話題の U-NEXT で本当に見てほしい韓国ドラマを5つ紹介したいと思います。で、私これまで U-NEXT ユーザーとして数々の韓国ドラマを見てきました。 U-NEXT との初めての出会いは高校生だったと思う。で、大学生になってで、そこからお仕事で韓国ドラマ見るようになったりとか、韓国に行くようになったりしたわけなんですけど、そこでしか見れない韓国ドラマがあって、大学1年生から多分入ってたから、もうかれこれ10年以上お世話になっています。いつも本当にありがとうございます。で、いろんな楽しみ方があるんですけど、 U-NEXT では特に韓流ドラマが充実してるんですよ。で、もうさっきも言った通り、ここでしかないみたいな韓国ドラマだったりだとか、オリジナルのものだったりだとか、幅広くあるのが特徴的で、最近では独占作品がかなり豊富なんですよね。で、この独占作品で、あ、U-NEXT入らなきゃってなった方も多分ね、多いと思うんですよ。今回もう私さまざまなものを見てきた中で、割と最新でおすすめできるなっていう韓国ドラマを5つ厳選して持ってきました。はい、でもうこれ見とけば一旦大丈夫でしょうっていうやつなので、おそらく外れなしです。なので皆さんにもね、ぜひ楽しんでいただけたらと思いますので、最後までどんなドラマが詰まっているのかご覧ください。それでは早速どうぞ。はい、ということでまず一つ目ご紹介したい作品は無駄な嘘、誰にも言えない秘密です。はい、こちらはですね、キムソヒョンさん、ファンミンヒョンさんが出演されているドラマです。もうこれはね、一つ目挙げたんですけど、多分みんなから思われてると思う、マジちゃんミニョン出てるからだよねってまさにその通り。カンコンにもね出演していたファンミンヒョンくんが出演しているドラマです。このドラマはですね、かなりサクッと見えるドラマになっていて、人の嘘を見抜くヒロインと、あと正体不明の天才作曲家が真実を暴いていくラブコメディとなっています。で、私これ最初キャストが発表された時に、天才作曲家ミニョン絶対合うじゃんっていう風に思ったんですね。で、知らない方に一応お伝えしておくと、私正真正銘ファンミンヒョくんがファンでして、昔から応援させていただいていたんですけれども、イニューイストっていうねグループがちょっとね、いろんな活動の問題によって皆さんバラバラの道を歩むことになって、メンバーそれぞれ応援してるんですけど、その中でも俳優として今メキメキと活躍してるのがファンミンヒョくんでございます。で、今平気にね行ってるんですけど、そんなねミニョンを惜しみながら見るドラマとしても最高のドラマとなっています。で、これはどんなあらすじかっていうと、嘘を聞き分ける能力で人の嘘を暴くライヤーハンターとして生きるモクソルヒは、隣の家に引っ越してきた謎の男キムドハと出会う。顔を隠している上、怪しい行動を取るドハが気になるソルヒ、ドハはアルリヒから自分の正体を隠していてという展開です。はい、キムソヒョンさんとファンミンヒョンくんのもう微笑ましいカップルが見えて、もう本当に眼福なんですよ。で、眼福ってだけじゃなくて、意外と事件性もあって面白いんですよね。で、このドラマ、悪い人はもちろんちょっと出てくるんですけど、全体的にめっちゃ平和です。だから心の安定を保ちたい時とか、とにかく幸せな気持ちで胸キュンしたいっていう方におすすめしたいドラマになってます。で、飽きない恋愛要素もたっぷり入ってるので、しっかりとね世界観に浸ることができるので、超絶おすすめの作品となっております。ぜひ U-NEXT でご覧ください。それでは2つ目はラブソリューション、愛の解決策教えますです。あ、もうこれも大好き。これはイージアさんとカンギヨンさんが出演されているドラマです。皆さん、イージアさん何に出演されていたか思い出せますでしょうか。はい、イージアさんといえばですね、ペントハウスだったりマイディアミスターに出演されている俳優さんです。いや、もうね、しかもイージアさんとカンギヨンさんっていうこのコンビがやばいんですよね。カンギヨンさんといえばウヨン弁護士は天才肌だったり、キム秘書は一体なぜだったり、日本の皆さんにもおなじみの作品に多数出演されている俳優さんです。そして2人ともね、カメレオン俳優として韓国でも人気の俳優さんなんです。で、これどういう話かっていうと、最強離婚解決士と弁護士コンビが悩める人々を救うっていう痛快ドラマになっています。で、あらすじを説明すると、韓国最高の法務事務所に勤める夫を持つキムサラは、夫の裏切りによって一日にして全てを失う。
悪い配偶者たちに復讐すべく、サラは離婚解決士へと変身。弁護士のトン・ギジュンとともにオーダーメイドの解決策を提供していくということで、結婚してね、やられっぱなしの女性たちが連帯して反撃していくぞっていうお話です。結構重い話なのかなって思うんですけど、全12話なんですね。なので比較的サクッとトン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 といいペースで見ることができます。オーミン族さん演じる元旦那がクソすぎてごめんなさい、言葉選ばず言います、クソ旦那すぎて本当にびっくりするんですけど、カンギヨンさん演じる役のいいところがギュギュッと凝縮されているドラマになっています。で、前半はお仕事パート多めなんですけど、後半はどんどん復讐メインになっていくみたいな形なので、ちょっとしたサスペンスも好きだよっていう方におすすめしたい作品です。で、このドラマはもう本当に俳優陣は申し分ないんですよ、本当に。だから失敗せずに面白いドラマをサクッと見たいっていう人におすすめしたいドラマになっているので、皆さんぜひご覧ください。そして3つ目はウェディングポッシブルです。はい、これはチョン・ジョンソさんとムン・サンミンさんが出演されているドラマです。これね、私語りたかったんだけど YouTube では語ってない唯一の作品となっております。で、これは結婚 VS 結婚阻止っていう構図で、偽装結婚をめぐるロマンスを描いたラブコメディとなっています。こちらのあらすじは、優れた演技力を持ちながらも知名度が低い女優ナ・アジョンは、友人である財閥御曹司の秘密を隠すため彼と偽装結婚をすることに。ところが彼の弟であるイージハンはそれに猛反対。兄を財閥の後継者にするために結婚を妨害してきてみたいな話ですあらすじ聞いただけでも面白いでしょ。で、これ私も一気見しました。で、話の展開が意外と早いの。見ていくと、あれ、そういうことじゃなかったの、え、そっちみたいな内容も結構あって、最後には納得している自分もいるっていう、すごく新感覚の気持ちを味わえるドラマになっています。で、もういつかはさ、取られ合いたいじゃん、イケメン2人に。その謎構図もちょっと体験できるのと、それだけじゃないんですよ。ちょっとした事件だったり、背景だったり、家族愛だったり、もういろんなことが凝縮された韓国ドラマになっています。重すぎないっていうのも非常に良い。で、私これ偽装結婚ってさ、あるテーマじゃないですか。だから、まあ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 、だいたい読めるよね展開と思ってたんだけど、裏切られましたね。なので韓国ドラマ結構見てきて、展開を予想しながらいつも見てるよみたいな人にもぜひおすすめしたいドラマになっています。で、ムンサンミン君マジでかっこいいんだよね。それもね、ぜひ注目してほしいし、結構スーツ姿に燃えれるもうこんなこと言っていいのか分かんないですけど、スーツ姿がすごく素敵なので注目してご覧ください。はい、そして4つ目は卒業です。はい、大注目の卒業です。これはチョン・リョウォンさんとウィハジュンさんが出演されているドラマです。はい、これ絶賛配信中のドラマになっているんですが、再会した塾講師と元教え子が紡ぐ甘い密かな師弟ラブロマンスということで、韓国でも超話題の作品です。で、これ私もね、絶賛見てるんですけれども、まあすごいのよ。一旦ね、あらすじ紹介しましょう。あらすじは、受験に挑む塾生と一番近くで向き合う日々を過ごしてきたベテラン塾講師のソヘジン。ある未練を抱えていた彼女の前に、10年前名門大学に送り出した教え子のイ・ジュノが現れる。ヘジンの勤める塾講師となったジュノとヘジンは次第に惹かれ合いみたいな展開です。これだけ聞くとちょっと危ないラブロマンスなのかなって思うじゃないですか。で、これ話題作なので、私もね、ちょっと大丈夫か、おいおいって思ったんですけど、案外序盤で愛みたいなことはあんま起きないです。しっかり現実とも向き合わせてくれるし、なぜそういうふうに至ったのかっていう詳細も説明して、視聴者も理解できる、そんなドラマです。イルタスキャンダルとかスカイキャッスルとか塾に関することって結構出てきたと思うんですけど、その塾とはまたちょっと違うカリスマ講師ではあるんですけど、ちょっと塾内部の内情とか学校との対立とか、結構こう俯瞰で見た時に理解できるように描かれてるなっていうふうに私は感じています。で、このカリスマ講師っていう肩書きだけじゃなくて、一人の女性としてどうやって生きていくのっていうところも、まあ、今後描かれていくんじゃないかなと思っているので、期待しているポイントにはなるんですが、年上女性と年下男子の恋の話になるんですね。恋って簡単に言っていいのかなっていうレベルなのよ。
なんか簡単に多分そういうことを言ってはいけないような雰囲気を感じるドラマですなのでちゃんとこのドラマに向き合いながら見ていきたいなっていうのが私は正直な感想だから、一気見でなんか軽くファーって見れる感じじゃないかなっていうとこですね。であと描写が結構懐かしいカンドラを彷彿とさせるようなカットが多くって、例えば信号を渡る時のなんか足元を映すやつとか、ソウル全体を映すカメラとか、最近の韓国ドラマじゃちょっとこれ見ないよねみたいな表現方法が結構盛り込まれていて、こう回想シーンとかもすごくね凝って作られているので、それもぜひね注目していただきたいなと思います。これ本当にねどえらい韓国ドラマよっていうところなので、あの皆さんもぜひね U-NEXT でご覧ください。はい、そして最後5つ目はソンジ背負って走れです。はい、もうこれですもうみんな絶対見てっていうね、あのソンジ背負って走れはギョンソクさんとキムヘイユンさんが出演されているドラマです。でこれは推しのためなら時をも超える救世したバンドマンとファンが織りなすラブストーリーということで、今一番話題のドラマとなっております。はい、でこれあらすじを説明すると、アーティストのリュソンジェは不慮の事故に遭い、ある日突然生涯を終えてしまう。訃報を聞いた彼の大ファンイムソルは悲しみを受け入れられずにいた。その時突然腕時計に導かれ、気がつくとソルは2008年にタイムスリップしていたみたいな話の展開です。はい、でここまで聞くと、あ、なるほどタイムスリップものかって思うと思うんですけど、違うんですよ。ただのタイムスリップではございません。でこれ未来を変える話って今までいくらでもあったじゃないですか。未来変えて終わりみたいな、1ドラマをかけて未来を変えるみたいな感じなんですけど、今回このドラマって何回も未来変えるんですよ。でその変えた未来に対して、じゃああと何回残ってるから次はこうしてみようみたいな謎の PDCA を回せるっていうある種斬新な韓国ドラマになっています。でところどころ感じる女神降臨味みたいなところも感じて、こちら女神降臨の脚本家さんが手掛けてらっしゃる韓国ドラマになるんですね。なので女神降臨好きな方は絶対にハマると思う。で、これただのタイムスリップじゃないっていうところでいくと、ただのラブコメでもないんですよ。でちゃんと事件性だったり解決しなきゃいけない課題が結構ある。でコメディとの割合もすっごくちょうどよくて、シリアスな展開が続いたと思ったら急にすっごい笑える展開が出てきたりとか、え、そこみたいなそういうのもねいいのよ、バランスが。で特に注目していただきたいのがギョンソクさんが演じるソンジェです。でもこのソンジェね、一家に一台欲しいんじゃないのっていうぐらい本当に素敵な男性で、もうねみんな惚れてると思う。いつの時代だっていい男なんですよ。でもういくら未来を変えたってキムヘイユンさんが演じるソルと出会うのよ。出会いたくなくても出会うのもうこれもポイントだし、いろんな考察ができるそんなドラマです。テイストで似てるなって感じるのは2521っていうネットフリックスで配信されてたドラマにテイストは似てる、でも全然展開は違います。で考察ができるっていうところがすごくいいなと私は今思っていて、で考察したとしてもそれを乗り越えてくるのよ。視聴者が本当に予期できないような展開の数々だから、マジで最後まで見逃せない。でも今でも韓国でも日本でもこれはどうなんだあれはどうなんだってすっごく話題になってるんですけど、韓国ではねポップアップストアの開催も決まっていて、もう入場券ねゲットするのが大変みたいですね。タイミングが合えば行きたいと思ってるほどだったんですけど、もう韓国での盛り上がりもね垣間見える結果となっています。でこれを見るためだけに入ってもいいって思えるぐらいマジでおすすめしたいドラマなので、皆さんぜひですね U-NEXT でご覧ください。ということで今回は U-NEXT で本当に見てほしい韓国ドラマを5つ厳選してお届けしました。このチャンネルでも初めてご紹介するものもあったかなと思いますので、皆さんぜひですねこの機会に U-NEXT でご覧ください。 U-NEXT は31日間無料トライアルをね実施しています。で月額料金は税込み2189円となっております。このドラマ3種類見るだけでも元が取れるとね思ってもいいぐらい充実のラインナップになっているので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。アンニョー。